腎臓がちょっと疲れてしまっている患者さんの、右足の F3 の、お灸をやってます。今4個目かな。4個目でもなかなか熱くならないと。ティッシュを挟んでるのは隣の指が火傷しないようにティッシュを挟んでます。お腹の腹筋の硬さが左右差があって F3 の整形試薬をやったら、柔らかくなりました。で患者さんにこれ1週間続けてもらって、次の1週間はお休み、それで、月に1回ぐらいメンテナンスにうちに来ていただくと、こういう段取りでやってます。